ガンモドキはい、どうも、ネベルです。ロジャーのメダル、これだから。はい、ということで、僕みたいなね、プレイヤースキルのない人間はもうメダルで補っていくしかないということで、厳選した3つ選ばせていただきました。もうマジでこれ決定版です。まずは、カイドウメダル。KO するとスキル1が短縮。次に、火災メダル。攻撃されたらスキル1が短縮。そして、ウルティメダル。ぶっ飛ばしたらスキル1が短縮。ということで、もう全部スキル1短縮です。さらに、タグでも 20% 短縮。最高です。なんでこんなにスキル1にこだわるかというと、カムサリなんよ、このロジャー。これをとにかくマジで高回転で回す。そうすることによって、はい、ここでもとにかく KO しまくるのよ。でどんどんカムサリ短縮して体力も回復していく、この循環を作る。さらにさらにどんどんこの攻撃力を上げていく。めちゃくちゃ大事なのよ、これが。だからね、メダルはとにかくスキル1短縮がおすすめ。ちなみにね、こういったイベントメダルがない方にとっては、こちらのね、ルフィメダルを中心に麦わらの一味で固めるのも OK かと思います。はい、じゃあ早速これで潜っていきます。さーってやっていきますか。もうね、どんどんカムサリをすごい無駄遣いしていくもの。どんどんももうちゃんもうちゃん、はい、あーすごい避けられた避けられた、うん、全然大丈夫です。はい、もうこういうこんなのね、序の口です。もうどんどん溜まるから、どうせ。はい、避けた、それはさすがに避けますよと。はい、あ、もう溜まった、もう溜まった。なんかよくわかんないけど、何かのメダルの何かが発動して、もう溜まったね。撃つ、はい、オッケーで、はい、見て、もう半分溜まってる。もう次の敵に撃つ頃にはもうすべて溜まってます。はい、これぞ無限カムサリ、無限カムサリの完成でございます。ちゅってね。お、なんか上にロジャーさんいるね。はい、これは食らうんですね。これは食らう。カムサリは避ける。はい、ここら辺、あ、構えよう、構えちゃおう。これは食らうのか、食らうのか、これは食らうのか、食らわないんかい、食らわないんかい。あっと、カムサリ撃ってもよかったな今。オッケー、じゃあちょっとね、キドロちゃんとやっていこうか。うん、ナイスナイス、レイリーさん素晴らしいでございますね。素晴らしいレイリーさんですね。はい、ちょっとキドロちゃんにバチコン。うわ、キドロちゃん避けられた。でも大丈夫、でも大丈夫、一旦 KO をしておけば。あー、見残して KO できなかった。早く KO したい、早く KO したい気持ちが焦っているからこのようになっている。でも大丈夫、絶対に KO するんだという強い気持ちで一旦ここら辺に狙ってるから、ジャースカイ取っといて、からのスキル2で最終的に、バチコーン。うわ、まだけ、しぶといね、やっぱ、バチコーン。オッケー。はい、もう溜まってる。もうほぼ溜まっております。なんかあの人、なんか、やばい、ちょっと待って、ブーストは怖いね。ブーストはちょっと距離取ろう、さすがに。さすがに距離取るんだけれども、はい、貫通するんで、ここら辺でバチコン打っといて、オッケー。はい、もう溜まった。もう溜まりました、カムサリ。はい、じゃあもう一回、バチコーン。やば。マジで無限カムサリやん。さあ、次また来るときにはもう溜まってますね。はい、このロジャーさんに次カムサリ打ちましょうか。はい、はい、オッケーオッケー。はい、もう打つよ、もう打つよ。はい、パチコン。えぐい。えぐいって、これマジで。いや、無限カムサリえぐいってマジで。さあ、あ、この人はスキル2でやっちゃいましょうか。はい、スキル2で、パチコン。オッケー。はい、もうスキル、はい、カムサリ溜まった。カムサリ溜まったんだけれども、一旦抜いておく。なんかちゃんとしたゲッターがいなくなったんだよね、最近ね。さあ、ここは無敵スキルが来るでしょうと思いきや、無敵じゃないんかい。無敵じゃなくて変わられた。おっと、これはどういうことだ。さあ、あっちにルッチが見えた。あそこを僕は追っていく。ここでカムサリは打ちませんよ。さすがに打たないですからね。あー、ここ、あー、ナイス、シャンクス。もうちょっと僕の、出る幕ないんで、最後ちょっとこの辺ね、カムサリを、パチコン。はい、オッケー。はい、オッケー。で、最後は、スキル2を構えさせてもろて、よいしょ。はい、ありがとうございます。出たよ。相手4人ロジャー。もうこっちも2人いるんだけどね。てかさ、このステージマジ最高なんだけど、本当に。もうカムサリが当たる。まとめて一気に当たるんで、もうこれボーナスステージですね。はい、おー、すごい。あいつらめちゃくちゃ、おい、どうなってんだ、あいつら。怖いぞ。よいしょ、これ当たるのか。もう、よくそんなみんな突っ込めるよね。はい、僕も突っ込んでいきたいと思います。はい、バチコンやっても無理か？みんなもうカムサリ打った後だよね。さすがにみんな温存してる人いないよな。温存してる人いないから、あ、いたけど大丈夫だった。ラッキーだった。さあ、これちょっと抜いてくんないかな、旗。旗抜いてくんない？抜かないんですね。はい、はい、かお、よいしょ、オッケー。さあ、もう溜まっているぞ。ぼちぼち溜まっているぞ。いやー、マジでこのメダル本当に正解だ。マジで正解だ、これ。お次はこの溜まったカムサリを誰に浴びせてやろうかな。お前だ。オッケー。お、撃たれた。
なんか明らかに気づいてなさそうだったもんね、あの人ね。うん、気づいてなさそうな人に言っても大体当たるっていう。あの子も気づいてなさそう。あの子も、あ、この子気づいてなさそう。はい、よいしょ、オッケー、気づいてないよ、オッケー。さあ、この子たちは一旦こちらで、あ、東行お疲れ様です。あんなになんか二人もね、うん、東洋に惹かれるとかあんま見ないですから、ちょっと自己映像でしたね。はい、このロジャーさんナイス。はい、ここバチコーン、オッケー。なんかもう、すごいさ、虫駆除みたいな、うん、あんまりちょっと言いたくないけど、G のつくあの虫駆除みたいな、なんかそんな感覚ですね、こっちとってね。はい、ここも行っちゃおうか。行っちゃおう。わーっとー、くそ、ちょっと待って、あれだね、多分、あの、うちの味方さんのあの、あれのカウンターのあれのやつ、ちょ、よし、待って、あっちも構えてるって、危ないって、そうだよね。このロジャーさ、ちょっと弱点があるとしたら、スキル2の打ち終わりだね。うん。あとは、ちょっとね、このリセットされるのきついな。はい、ちょっとごめん、そのキザルさん、ちょっと KO させてね。うん、分かってる、任せろっていうのは分かってるんだけど、ごめん、KO しないとね、ちょっとスキル値がたまんないんだわ。オッケー、東魚は大丈夫、スレスレの東魚、あざっす。オッケー、取り際に KO いけるか。あー、無理か、ちょっと待って、どうしようかな。でも3旗は抜けてんだよね。オッケーオッケーオッケー、3旗キープできているで、撃退いないからこれ多分勝てるな。うん、勝てるんだけれども、まあ、せめてこの C 旗抜いて終わりたいんだが、ここはちょっと、あ、もう外に出せない、外に、ね、出したけど、ちょっと間に合わないか。うん、でも大丈夫、ありがとう。ちょっとね、別のメダルでも試してみたいなと思って、この3つ用意してみました。バムバムメダル、旗抜かれた時にスキルのクールタイム短縮、そしてもちもちスキル2使ったら短縮、ホルホル味方が誰か KO した時に短縮、なんか良さそうじゃない。まあ、ちょっとね、タグが微妙にはなるんだけれども、一旦これでも潜ってみましょう。ちょっとね、 KO したら短縮がないのが、こっち来るんかーい。オッケー、これやっぱちょっと物足りないな。いや、 KO をしてもやっぱ短縮がつかないのがちょっと物足りないですね。うん、いや、KO したら短縮やっぱ必要か、さすがにね。まあでもいいでしょう、やっていきましょう。そして、ちょっと最近さ、このロジャーが流行ってしまったがゆえに、ゲッターが少なくなったよね。うん。なので、ちょっとね、旗抜かれた時に、スキル1のクールタイム短縮っていうのが意味をなさなくなってきたと、はい、いう感じも見受けられますね。まあちょっとこれ、よし、オッケー。で、あとは、そんなに頻繁にね、スキル2を使うわけではないので、うん、あの、もちもちメダルも正直そこまで使えなさそうかなという感じなんだけど、はい、ここで使いましょう。ここで使っても、なんか微妙だな。なんか微妙ですね。はい、よいしょ、オッケー。ちょっとな、やっぱりさっきのな、百獣海賊団メダル、あれが最強っすね。うん、あれが最強。まあ、とりあえず最後までやっていきましょうか。あ、まずいぞ、これは。これはまずいぞ。すごい敵の装備に入ってしまった感が否めないが、早くちょっとスカムサに溜まってくれ、早く溜まってくれ。やっぱさっきに比べると全然だね。うん、全然な感じなんですけれども、 OK、 ちょっとこのクラッカー KO していきたい。さあ、どうでしょうか、このクラッカーちゃん。よいしょ、 OK、 ちょっとクラッカーやっぱ硬いっすね。クラッカーちゃん硬いな。ちょっとここら辺で待っとこうか。えいへい、降りてこいよ、ゾロちゃん。はいはい、よいしょ、 OK。さあ、カムサリが溜まったので、どこに行こうかな。上に行きますか。上に行って、あの、ちょっと B 肌付近で待っとくか。オッケー、下に降りた瞬間に撃とうね。これは下に降りた瞬間にしたいんだけれども、誰か飛んできた。オッケー、危ない。そこでバチコンだ。よいしょ、やっぱ硬いっすね、スネーク。やっぱ肌の中だと硬いね。うん、なかなかスネークはね、旗の中にいてね、戦うべき相手ではないかなと思いますね。この旗は別です、ここは別です。おっと、マジか、今の受ける。三段まで打つと思ってたんですけど、三段変革活用すると思ってたんですけど、ダメでしたか。ちょっと待って、OK、よし、全然いける。おっしゃー、最後は KO で、よし、やっしゅー。チャンネル登録よろしく。